情報を求めて大雲を仰ぐ大隊長、集める新野さん、アーブ大隊長の異様な雰囲気に戸惑う中、新野さん自身にも異常が。どうなっちゃったんですか新野さん。もういい、くだらねえ。ドイツもこいつもし。次回、永遠の消防隊2の章、第2話、狂気の炎。永遠